本当に出発してから1分足らずで時速100キロを超えまして、速度を上げていきます。さて、ついに時速は170キロまで到達しました。かなり速いです。10キロ少し京成スカイライナーより速いというだけではあってもかなりのスピードでした。今日はこちらソウルからだいぶ離れた地下鉄4号線の駅、乗り場と書いてありますけども、 GTX-A というそういうものに今日は乗っていこうと思います。次の列車の時間がわからない。この GTX-A っていうのが、今年のですね2024年の3月30日、つまり4月からですね新しく開業したというか、180キロで運転する地下鉄として通勤新幹線というふうにも言われております。こちらをね今日は見ていきたいと思います。そしてこの GTX-A の横に書いてある紫色の SRT っていうのがあるんですけど、 SRT っていうのは、韓国の、KTX と並ぶような高速、鉄道なんですけども、これもですね SRT がないと韓国第二の都市プサンの方まで結んでいます。それのですね間ぐらいですね、普通の地下鉄と SRT の間ぐらいのものが GTX っていう風にはなるんですけど、まあね早速ねちょっとね乗っていきたいと思います。今26分だから28分乗れたら乗りたいな。これは自転車持ち込みできませんよっていうことが書いてあります。これ本当にこの辺はもう新しい駅なんで、めっちゃ床とか壁とかも綺麗ですよね。できてからちょっとしかなってません。ポンタンというところまで行きます。ここにかざせばいいのか、はい、あー今行っちゃったところかも。これどう、早速乗っちゃった。それでは私がここから少し解説していきましょう。この GTX-A 線についてです。GTX-A 線、正式には首都圏広域急行鉄道 A 線というふうに呼ばれておりまして、こちらの GTX、一応3路線作る計画で、そのうちの A 線は1つ目の A 路線ということになっています。構想の始まりは首都圏の交通渋滞解消と通勤時間短縮のため、2000年代初頭から広域急行鉄道の構想が提案されています。2011年には韓国政府が首都圏広域急行鉄道計画を承認。こちらの A 線は最初の路線として計画されています。建設開始は2018年、そして現在2024年に開業したというふうに至っています。開業日は2024年の3月30日、つい最近のことですね。車両自体も2024年製となっておりまして、製造は現代ロテム、韓国のメーカーですね。一応新幹線に準ずるような SRT と呼ばれる高規格路線と同じ路線を共用しているため、交流25,000V の、高い電圧と、また機関は標準機と呼ばれる 1435mm になっています。韓国では 1435mm より短い、ですね、線路をですね、一般的に首都圏では走っていないので、まあこれは標準的なのかなというふうにも呼ばれています。今回私が乗った時は時速 171km/h だったんですが、最高速度は時速 180km/h で、首都圏の地下鉄としては初めて世界初の高速運行というふうにされています。ソウル中心部から郊外までの通勤時間が大幅に短縮されるようになっております。ね、現在計画中の GTX-B 線、GTX-C 線などの他の3つの路線を使って首都圏全体の交通ネットワークが強化されるという見込みになっております。これが韓国の GTX-A 首都圏広域急行鉄道 A 線の概要なんですけども、これからに期待と呼ばれるような路線でもあります。韓国では新しい路線が続々と建設予定になっているのが面白いですよね。これも日本とはまた違った動向というふうにもなっています。また韓国に足を伸ばした時にはこれにまた乗りに行きたいですよね。電車は間もなくソンナム駅という駅に止まります。時速180キロぐらい出してくれるのかと思いきや、すぐに止まってしまいましたね。駅間は比較的短いようです。時速は114キロぐらい。このように車内にはエアポリューション、きっと空気清浄機がついているのでしょう。そんな最新設備のしまった、そんな
電車なんですけども、スピードというのが表示されてまして、右上にスピード136、137、8というふうに増えていってるんですが、すでに関西が誇ります気持ち悪い特急新快速をスピードを最高時速を超えてしまっています。こんなに速いですね。もうすぐで150キロに到達するところ、なんとこの電車は180キロまで走ることができるため、実際に走った時は170キロぐらいまで出てましたけどね。まあ、そんな感じで京成スカイライナー AE 型よりもスピードを出す、そんな鉄道になっています。日本では時速160キロが在来線の最高速度ということになってますね。ですがすぐにスピードを落としてきて間もなくソンナム駅に停まります。この後170キロ走行を見ることができたので、この後ですねまた見ていきましょう。スピードが100キロ以下になる右上のスピードの表示はなくなるようです。ドアはこんな感じで幅が広々とした一面ドア、ソンナム駅になります。車内はほぼほぼ外部とは隔離されたあの空調システムになる予定だと思うんですけども、駅に侵入したら耳がツーンとする状況が起きました。多分空気圧の差はあるんだと思います。ここでお客さんが何人か乗ってきたのを見ることができました。扉が開くスピードも結構ゆっくりですよね。普通に安全性の取れた素晴らしい車両だと思っています。またこの大きな画面も見やすい、さっきはちゃんと見れなかったですけども、こんな感じでドアが閉まっていくようです。警告音が両方2つ2箇所から流れながら扉が閉まる感じですね。一応全ての駅にフルスクリーンのホームドアがついておりますので、まあ安心してですね乗り降りが確実にできると、そういった感じになっています。そして非常に加速が速い、日本の阪神電車のジェットカーには負けますけども、かなり速い加速を感じることができましたよ。列車は2024年製新品の電車になります。次の停車駅を見ていきましょう。裾駅を出発してソンナム駅に先ほど着きましたので、次はクサンニョク駅というふうになります。どれが正しい読み方か分かりませんけども、カタカナ読みするとクソンニョク駅らしいです。午後19時37分の時刻表示とともに左上にスピード123キロというふうに書かれております。100キロを超えるとね、どうやら左上に、まあ、右上の場合もありますけども時速が表示されるようです。そして大画面 LCD には次も左側の扉が開きますよという表示が出ています。時速は130キロを超えまして、またもや在来線の最高速度、新快速の最高速度を優位に超えてしまいました。ここまでの時間約1分半ほどでしたからね、結構速い加速でしたよ。そしてここからも順調に加速を続けていきまして、まもなく160キロに迫るところ、ついに160キロを超えて京成スカイライナーでさえも追いつけないスピードになってしまいました。 This station is Kusa. The doors are on your left.どうやら韓国語の読みではクソーンクソーンって言ってるんですけども、一応クソンニョク駅という駅らしいです。僕には分かりません。結構ね減速のスピードが速かったので面白かったですよ。時速160キロ超えを体感してからの駅に到着でございます。これもねまたまた正確に停止していたので、 何かしらの多分補助装置があると思います。ここが X110 クソンニョク駅です。どういう発音かは僕には分かりません。 This stop クソーンっていう風に読むらしいです。どうやらウィキペディアとかに書いてあるクソンニョク駅というのはまた違う読み方なのかな、クソン駅っていう風に書いてありました。お客さんは結構乗ってましたよ。さて次は終点の駅トンタン駅に到着してしまいます。本当に出発してから1分足らずで時速100キロを超えまして、ズン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 速度を上げていきます。さてついに時速は170キロまで到達しました。もうここはですねかなり速いです。10キロ少し京成スカイライナーより速いというだけではあってもかなりのスピードでした。ちょっとずつスピードを落としつつもありますけども、まもなく駅に到着するのかなと思いきやまた加速、結構あの時間に余裕のあるダイヤだと思うので、そこまで180キロ手前までスピードを出さなくても間に合うのかもしれません。まだ未開業の区間もこうやって書かれています。さて列車は間もなく SRT との切り替えの場所、スソピョンテク高速線のトンタン駅に到着いたします。スソ駅からこのトンタン駅っていうこのね4つの駅の間3区間だけが今開業している状態という風になってまして、ここからね別の区間はですねまたまた順次開業ということになります。この動画が出る頃にはもう少し、事態は変わって試運転とかが行われているとは思いますけども、まだ開業はね2024年の12月以降という風に書いてありましたのでされないかなというふうに思います。さて時速180キロ走ってからこうやって減速してくると、おお、なんか体が地面についてる感じがするなっていうのを実感することができます。物理法則的にはそんな体感は絶対にしないはずなんですけども、やっぱりそのなんていうんですかね、風の音とか車内の揺れとかそういうのからですね感じ取ることができましたね。とは言ってもかなりの静粛性でした。ですので、え、今180キロ出てるのという感じの静かさではありましたね。降りてきました。すごいね。
速170キロ出てましたね。 A019 すごいです。トイレも閉まって片目開けたのもまたいいでしたね。というわけで今回の動画ではこんな感じですね。高速の、通勤新幹線を見てきました。お、発車してたぞ。 GTX めっちゃかっこよかったです。韓国はね、フルスクリーンドアなんであんまり見応えがないですけど面白かったですね、やっぱり。あとね、風圧、気圧がすごかったです、やっぱり。いい戦闘形状してましたね。じゃあそろそろ上の方戻りたいと思います。今回はですね、裾駅というところからトンタン駅というところまでねやってきましたけども、でこんな感じでね、トンタン駅非常に面白かったです。現在走ってるのはここからここまでの区間だけですけども、これからですねソウルの中心部へ乗り入れるというふうな、そんな感じが出ております。ですが、まあ時速180キロで地下を走るということですから、気圧の問題であったり、このフルスクリーンドアなんですけど、このドアのねガラスをぶち破ったりするんじゃないかっていう、まあ、そういう懸念点もあるそうです。まあそんなことはさておき、非常に180キロのね地下鉄はね初めてでしたから、実測では170キロまでしか出てなかったですけど、でも非常に面白いものがありましたね。戻りたいと思います。このようにカードリロードデバイス、1回用交通券を買った人はここを使ってくださいねってやつです。 GTX でいくら取られたのか。3100、すごいですね。3100ウォンですよ、今の20分ぐらいで。韓国の地下鉄ってめちゃくちゃ安いんですけど、3100ウォンも取られたのはなかなかっていうことが分かります。 GTX 左側なんて書いてるか分かんないですね。多分 SRT乗り換えと GTX で戻る方はこっちから行ってくださいねってやつだと思います。ここからですね、僕はちょっとねバスかなんかに乗って、行こうかなと思ってますので、ちょっとねこの辺でね終わりたいと思います。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。今回はですね、韓国の2024年に新しくできた GTX-A と呼ばれる通勤新幹線、高速新幹線じゃないですね、高速地下鉄電車を見てきました。本日もご視聴ありがとうございました。また、ね、他の動画でお会いしましょう。また韓国の、ね、動画も、ね、出したいと思います。いやでも面白かった。でもねちょっと残念なことに20分置きとかちょっと本数が少ないのが残念なところです。さてミョンドの方に帰りましょう。